よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。JAXA理事長の山田です。本日はお時間いただきまして、ありがとうございます。今日は昨年度 JAXA が選抜いたしました宇宙飛行士候補者の2名、米田あゆさん、それから諏訪本さんからご挨拶をさせていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。では諏訪さんから。お掛けになったどうでしょう。当初記念撮影となりますので、はい、真ん中にお進みいただきまして、お二人で総理の、挟んでいただくようにしてですね、お一人こちら側にお立ちいただいて、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは、はい、正面お願いいたします。お取りいたします。はい、じゃあ理事長もよろしければ。はい、失礼します。はい、それでは引き続きお取りいたします。こちらにお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。あ、それじゃあ、はい、はい、お願いします。はい、諏訪誠さん。はい、諏訪誠と申します。はい、お願いします。今日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、こうやってご挨拶を差し上げる機会を賜りまして、本当にありがとうございます。はい、私は先週までですね、ワシントン DC にあります世界銀行で、アフリカの防災とか気候変動対策に関わるプロジェクトを担当してきました。はい、で、まあ、今日基礎訓練の方に合流いたしまして、これから頑張っていこうと思っているところです。で、私もアフリカ関係過去15年ぐらいプロジェクトをしてまいりまして、総理が数年前に演説の中で引用したことわざが私も実は好きでして、遠くに行くなら見られて、で、まさに宇宙ステーション、月って遠くに行くプロジェクトに関わってもらうので、はいはいはい、これみんなで行く、結局言い換えるならば国際協力の枠組みの中で、あるいは官民の共同の中で、プロジェクトっていうのは進んでいくと思うんですけれども、その中で自分がどういったような役割を果たせるのか、そういったことを考えながら、まだ私国際開発をずっとやってきましたので、宇宙開発を通してどうやって人類のこう持続可能性っていうんですかね、その追求に貢献していけるのか、そういったことをネットに置きながら、これから訓練に精進していこうと思っております。本日はありがとうございます。米田あゆと申します。私は前職ではですね、日本赤十字社医療センターというところと、虎ノ門病院で外科所属の医師として勤務しておりました。で、去年4月から私は始めて、今 JAXA の研修ですとか基礎訓練を始めているところなんですけれども、これまで培ってきた医学の経験ですとか知識を生かしつつ、宇宙医学の分野を中心に、また宇宙のその他のさまざまな分野に貢献して、日本の宇宙業界、宇宙開発に貢献できればと考えているのと、あとは日本の国民の皆様、特に子どもたちですね、子どもたちにその夢とか希望とかを持ってもらって、また何か新しいことに挑戦する、そういったことを応援できる、後押しできる、そういう存在に私自身がなりたいなというふうに考えております。はい、今日諏訪さん、岩田さん、お二人揃って、官邸にお越しいただきました。歓迎申し上げます。聞きますと、14年ぶりの宇宙飛行士、候補者の選抜ということで、4000人以上の方々が応募された。ですから2人ですから、2000倍、というこの倍率を乗り越えて、お二人が選定されたこと、宇宙飛行士の候補者として、スタート切られましたこと、本当に心からお喜び申し上げますし、ぜひご活躍を心から期待したいと思っています。政府としては2020年代後半に、米国人以外では初めて日本人の、宇宙飛行士を、月面に着陸させる、こうした夢を、実現させようということで取り組んでいるところですが、ぜひこれからも
日本の技術力をしっかりと発揮をして宇宙飛行士の方々が活躍できる環境をこのしっかりと、後押ししていきたいと、思っています。ぜひお二人におかれてはこの宇宙における国際協力の中で、これまで、日本人宇宙飛行士の方々が、築き上げてきた、国際的な信頼等をしっかりと引き継いでこれからもご活躍いただければと、心から願っています。お二人を含めて、日本の宇宙関係者の皆さんが大いに活躍できるよう政府としてもこれからもしっかりと応援させていただきますこと、申し上げさせていただき、歓迎のご挨拶といたします。ありがとうございます。